か、これみんな来てくれた、お疲れ様です。ちょっとインスタライブ最近やってなかったんで、ちょっと久々に配信してみようかなみたいなテンションで配信してます。食べたい今日も。何を言ってるんですか。そう、実は今日舞台の千秋楽が終わったので、ちょっと寝転がって、もう明日も仕事があるのでベッドで横になってる感じなんですが、バイト終わり褒めてお疲れ様、こんばんは、こんばんは。ちょ、なんか声ガラガラだな、なんでだろう。夜更かししてたらご褒美やった、よかったじゃん。ちょうどインラインしてくれないかなと。いや、ツイッチで配信しようか迷ってたんだけどさ、ちょっとあの VCR のグラセフの配信ちょっと見たくて。ファンタさんガチ勢なんで僕めっちゃ良かったわマジ今回。ファンタさんはもちろん前から好きだけど、お肉の組っていうギャングのチームめっちゃみんな好きになったな。あんまさ、女の子の V とか今まで見たことなかったけど、赤身カルビ可愛いってなったわ。なんか可愛いというか、唯一無二のなんかあるよね、声が可愛いとか美女がいいとかじゃなくて、なんかあの人しか持ってないものがって面白かったです。はい、グラセフの感想言ってるの謎っすけど、そうそう、夜勤で休憩中です。おメッセージください。夜勤しんどいとこもあると思うけど頑張ってください。喉心配です。いやだ、寝転がってるからかなあ、なんでだろう、なん声出らんね。いや、よかったわグラセフマジで。2週間くらいずっと見てたけど、配信毎日見て日課になってたから普通に泣きそうだったよね。寂しそうだった。声が通話界隈にいる、なんでだろう。全然喉痛くはないよ。 You didn't sleep yet. I didn't sleep yet. 顔見せしないの。いや、これ内髪にするとさ、外髪だと明るいんだけど、まだ内髪にした内髪にしたら真っ暗になるんだよね メルボルンでウサ君のこと知ってる人いました？日本人で誰いや、でも僕のリア友ってこと、それとも普通に僕の存在を知ってるってことですか。なんだろう、誰だろう。夕飯何食べましたか。コンビニ弁当。 My love, thank you for coming this way. マジでバロランってやってみたいんだけど、絶対センスないしゲーミング PC 買えない。まあバロは PC のゲームなんで、PC 買わないと始まんないね。でもキーマウやったことなかったけど、僕も今までバロラントで初めてキーマウの FPS やったけど、意外とできるよ。応援してますって。いや、ありがとう。てかメルボルンに住んでるんですか。お正月は地元帰んないね。来年明けてから帰るかな。オールしちゃいますか。いや、明日仕事なんで寝ます。7年間ぐらい応援してます。長いな、7年間って。だってオオカミくんとか前でしょ。明日日記やけど寝れん。寝てください。声めちゃくちゃ落ち着く。ほんとエペもやりたい。エペはちょっともうあんまじゃないですかもうなんかエペ本当にみるみる数字落ちてってるよね。ロイくんとの配信もしようかです。またやるわ、いつか。バロねー、なんかさ、普段ロイくんの配信見てる方なのかな、多分獣太郎とか人痘とかから知ったかなんかで。なんかさ、バロラントってさ、ゲームむずいじゃん、なんか内容というか。どうなの、見てる側からして。配信とかさ、ルールわかんなくても楽しいもんですか。
あのさ、僕自分の配信のアーカイブ見てたらさ、ゲームやってる時集中しすぎて顔終わってて、切り抜き作ろうにもちょっと顔面漏れてないなみたいな思ってました。まあほんと難しい。いやルール分かればな、なんかキャラクターごとのさスキルとかはさ、キャラクターがいっぱいいるから難しいかもしれないけど、概要が分かればとりあえず全員キルすればいいわけだからね。分かりそうだけど、あ、分かんなくても楽しいんだ。じゃあいっか。そう、雑談とさ、やっぱバロでさ見てくれる人数変わってくるからさ、ちょっとどうしようっていう。新曲を朝メイクしながら聴いてます。あ、本当ありがとう。またちょっと今年はもうないこともないかもしれないけど、うん、でも配信とか来年からになるんで、ちょっと音楽来年頑張りたいんで、たくさん聴いてください。ごめんけどマジで Twitch のバロ配信の時は何言ってるか分かんないねえ。分かんないよねそりゃ分かんないか。寝る準備をしたら宇佐さんが生放送してるのが見えました。ありがとう来てくれて。外国の方かな、翻訳っぽい文章。当たったナイスとか当たらなかったら惜しい一生同じことしか言えないじゃん。ナイスか惜しいだけじゃん。うさちゃん、何か寝る前に聴く曲とかありますか。なんだろう、ないっすねあんま家で音楽聴くことそんなないかも。うん、外歩いてる時しか曲聴かないっすね。家の中だとたまにレコード聴くぐらい。コメント見えてるよ。いや、コメントしてたっけ。そんな、じゃあ見えてないかもしんないよ。うん、配信見てるだけでも楽しい、ほんと。でもさ、まあ、ゲームバルじゃないにしても、うちの配信多分コメント率えぐいんだよな。でもああいうさ、まあ、普段 YouTube とかの配信だったらまた別かもしれないけど、 Twitch とかのプラットフォームって基本ゲームやってる人が多いからさ、電波戻ったかな。なんか作業しながらながら見とか、なんかそういう人も多いだろうから、それで比べたらコメント率、電波が弱すぎたので Wi-Fi 切りました。たくまくんが楽しそうにしてるのがいいんで、まあそれだとちょっと新規獲得できなくねみたいなところじゃんおやすみ。おやすみ。忘年会の季節ですね。確かに忘年会、忘年会今年何やったっけな。なんか一生フジテレビ行ってた気するでもパリピ孔明出た後に、で今回の舞台も富士主催だったのでフジテレビ行ってたんですけど、あのブレイクフリースターズもさ、あのお台場、あれ最寄りの駅なんだっけ、あそこの舞台もさお台場の方だったからずっとそこら辺いたわ。明日忘年会やで、楽しんでください。行ってみたい県とかありますか。ないっすね特に会話広がらんやつ。あ、でも東北行きたいな。北海道まで行かなくていいから、東北で美味しいご飯、北のご飯が食べたい。米とか魚やら何でもいいけど。たくまくんの MV 出る曲全部ラブです。僕が演者として出てるやつかな。いいよね。なんかそういう運なのか分かんないけど恵まれてて、 MV の出る作品全部曲がめちゃくちゃいいんだよな。うん、明日バイト頑張ろう。何、今度好きな先輩とデートするんだけど何着てこう。何それ、僕もやりたいんだけど好きな先輩とデート。うん、え、待って、クリスマスじゃね。ちょっと今日何日だ。
今日22でしょ、で日付変わって3か、え、イブ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 じゃん、クリスマスイブイブ、マジか、デートとかいいな。一昨日誕生日だったからおめでとうくれ、おめでとう。は、俺とデートしろよ、クソ食いたい、やばやばいやついるじゃないですか。うん、好きな先輩とデートってパワーワードすぎ、強すぎ、辛い。やめよう、その話題、悲しくなる。ヒリアが嘆いてる。ヒリアがいっぱいいるっぽいっすね。嘆いてるっすね。うん、イブイブ。インス。何インスって。インスタグラムかな。もっと投稿しろってことかな。うん、いやー。フェードアウトもめちゃくちゃ好き、いいっすよね。なんか改めてさ、最近も曲作ってて、なんか前に YouTube に上げた2曲聴いてみたら、いや、いい歌だなって思うし、意外となんか自分の声とかのことあんま考えたことなかったけど、今までなんか意外とあれだな、なんかちょっと個性的な声してんのか、歌声個性的なのかなって思いましたね、最近。うん、ちゃんと宇佐拓磨が歌ってるのを知ってたら、あ、これ宇佐拓磨の声だってなりそう。ヒリアとは限らないよね、ヒリアだけどね、何言うとね。うん、好きな先輩と一週間で別れたの思いでした、つらっ。いつの話、最近それ。いいな、パーマとかかけないですか。ちょっと今もう1回2回か、頭ブリーチしてたから、でそっから今色入れてるんで、ちょっとあれっすね、ジュノンボーイの時お願いします。ジュノンボーイ出てたっけ僕。ごめん、出てた記憶が僕にはないんだけど、紙面とか雑誌には出てた気するけど、ジュノンボーイ僕出てたっけ。ウサタンイケボです、ウサタンって呼ばれてたんだ、いいっすね。うん、ありがとう、うさちゃんの声。なんか特殊なやり方多くね。明日から講習始まっちゃうから頑張れが欲しいです。頑張れ。ベランダに指名された時ぐらいにインスタライブ見ました。記憶から消してください。マジあの時インスタライブやってんのバカだよな僕。先日もうアーカイブから消したんですけど、めちゃくちゃ酔っ払ってる時にツイッチで配信してて、マジで内容が終わってる。酔っ払い、お酒とかも怖いし、配信をすぐにつけちゃう環境って怖いなって思いましたね。うん、ちょっとまあいつか切り抜きあげるんで、まああげるかわかんないけど、アーカイブ消すぐらいなんで内容が。まあ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 、普段から配信見に来てください、そんなこともありますと。なんかね、インスタライブとかもそうだけど、酔っ払うと人と話したくなっちゃうんだよね僕。でも昔インスタライブで大号泣してた時あったよね確か。マジバカ。6時7時とかに一人でインスタライブして、で身内からめっちゃ心配の LINE 来るみたいな、え、大丈夫ですかみたいな、あ、ごめんなさい、ちょっと酔っ払って泣き浄土が出ちゃってましたっていう。うん、ベランダに締め出されるってどういう状況ですか。いや、そのままやね。先輩の家で飲んでた時に先輩酔っ払って、ね、最初冗談で鍵を、あのベランダに行く窓の鍵を閉めて、そのまま窓越しに僕の目の前で寝ちゃって、真冬でめちゃくちゃ寒くて、え、どうしようって一生言ってるインスタライブを昔してましたね、懐かしい。でもインスタライブの頻度は減るかな、わかんないけど、なんか誰かとインスタライブでコラボしようっていう話をやってやるんだったら別かもしれないけど、もうなんか家で配信するのは基本ツイッチになるかな。なんかこんくらい砕けた感じでやるんだったら別にインスタライブもやることあるかもしれないけど、基本雑談とかするときはツイッチっすね。
夏一みんな登録して。ちなみにその酔っ払った配信はパン1でした、僕。パン1だから消しました。インスタライブはいっぱいコメント読んでくれるから嬉しい。いや別にツイッチの雑談の時読んでるけどね。ただインスタライブはさ別に切り抜いたりしないじゃん。なんかもうこれはもうなんか新規のファンを獲得しようみたいな心意気が僕にないから、もうなんかシンプルに何て言うんだろう、もう雑談相手しか思ってないんで。じゃあツイッチはどっちかっていうとなんか公開収録みたいな、あのライブを元に切り抜きの動画やら、今後やっていく予定なんで。で、動画の素材みたいな意味もあるから、さすがになんかそのコメント今話してる内容から逸脱しすぎてるなみたいなのはちょっと読まなかったりしますね。逆になんか何て言うんだろう、やっぱこう雑談配信とかもうこんくらい緩くやってたらさ別に永遠に話せるけど、ちょっと面白いこと言おうとかさ、みんなの面白いリアクションが欲しいとか思っちゃうから、逆に話すことがない時とかに新しい話題を投下してくれるのはめちゃくちゃありがたいけどね。だからゲーム中とかは関係ないこと話されても基本返さないかなと思っちゃう。なんか雑談ゲーだったらいいけど、競技性のあるゲーム、バロとかわかんないけど。おやすみ、ゆうささんで。グッドナイ。今日めちゃくちゃうさくたくさんに似てる人いた。え、僕じゃない？ 僕じゃないですか、それ。公開収録で酔っ払いパン1かっけ。確かに。体張ってんな、僕。一応なんか友達がこれから切り抜きやってくれるみたいな感じになってたんで、もう僕、朝起きた瞬間に秒でアーカイブ削除しちゃったからさ、データがなくてっていう話してたら、リスナーの人が画面録画で全編持ってたんで、全編って言っても12分ぐらいしかやってないんだけど、そう、それをもらって一応素材としてね送りました。夜更かししてるってことは明日、いや仕事ですよ。だから3時に寝るのが夜更かしに入んねんだけど、僕。ごめんけど。夜更かしじゃないでしょ。次の日の時間にもよるけど、ナイスリスナーさん。いや、間違いない。ガロクはナイスすぎるわ。察したんだろうね、何か。さ、アーカイブをガロクしたのか、リアルタイムでやってたのか知らないけど。察したんだろうね。これは絶対消えるって。この酔っ払い加減の配信は消えるって。消えるし、宇佐くんの記憶からも明日には消えてるだろうって感じたんだろうね。ナイスアンダー。いや、黒歴史なんて積み上げてなんぼですから。隠すから黒歴史なんだよ。今日はお酒飲みましたか？飲んでないよ。もうずっと飯食いながら、10時ぐらいからストグラの、そうじゃん、VCR のグラセフの配信見て、今に至ります。もうこの2週間のその期間限定の企画だったんだけど、もう風呂入ってる時も携帯で配信流して見てたからね。いや、面白かった本当に。よいしょ。ちょっと手を置きたい。宇佐くんかっこいい。 唐突。よっしゃ、くれてた。今日何食べたの？コンビニ弁当ですね。影が見える僕の。なんか画質悪くね？外カメ。こんなもんか。暗いからか。最近湯切りしてますか？え、なんか湯切りエピソードあったっけ、僕。ちょっと覚えてないっす、湯切りエピソード。今日、それなんだっけ？夏至。夏至は夏か。それなんて読むんだっけ？冬至？冬
峠ゆず湯入った。よくそういうのあんまできないですね。当時なんかそういうなんか丁寧に文化的なのできないポッキーの日にポッキー食うぐらいしかできないよ。なんか季節の風物詩みたいなのできないな。しかも自分発信でできない。宇佐さんにあるイベントってありますか？もう今日の舞台が年内は最後かな。直接会って話すのができるの。いやないね、多分。僕あんまイベントとかがないからな。でも来年ライブしたいなと思ってるんで、その時よかったら来てください。どうも餃子ですみたいなやつもっとみたいです。何言ってんの？クリスマス何してるんですか？何にも予定がないから、男友達3人のグループで、なんて送ったんだっけ。あ、僕が送ったんだっけ。誰かが送ってきたのかちょっと覚えてないけど、なんかしようっては言ってるわ。舞台お疲れ様、ありがとう。動画のやつです。一口餃子食べてるやつ。何の話してんの？僕の動画っすかそれ。何の動画だろう。もう寝なきゃいけないのに眠くね。呪術の舞台見てくる。いいなぁ。呪術捨てって言うんだっけ。僕の動画でそんな餃子食べる動画あったっけ。ちょっと覚えてないですね。 YouTube？ あったわ。あれか、川島さんの餃子か。あの餃子好きなんだよね。長崎の餃子。今日何時起きなんですか？9時ぐらいに起きようかなと思ってます。いや、この声のテンションでちょっと歌えないわ。六本木のイルミネーション行く。いいじゃん、クリスマスっぽいイルミネーション。なんか普通に道にあるのは見たけど、見ようと思って見てないな。なんか表参道とかさあるじゃん、イルミネーション。なんか大通りのとこに、なんかああいうのチラッとは見たけど、ないな。てかイルミネーションを見ようと思って見に行くことってなんかそういうさ、なんかデートスポットじゃん基本そういうのって。男友達とイルミネーション見に行かないとはなんない気するから。人多くて嫌だよね。いや別にそこまで言ってないっす別にいいんじゃないと思うけど、綺麗だし。うちが住んでるとこの田舎すぎてイルミしょぼいのしかない。まあまあそれはそれでいい思い出になるでしょ。なんか田舎の方がすごそうだけどね。なんかその数とかいうよりも一個のクオリティすごそう。知らんけど。てか本当の田舎はイルミネーションすらないだろうからね。あるだけいいんじゃない。イルミネーション好き。あ、そうなんだ。僕はあんま興味ないかな。こんだけ言っといて。イルミネーション見ても何も思わないよな。トットさん来たの。イルミネーション見ても何も思わないな、マジ。なんか、特別な人と見るから素敵なんじゃないですか。知らんけど。クリスマスマーケットってさ、みんな言ってるけど、あれ何なの？要は。僕あれが何なのか分かんないんだけど、クリスマスマーケットって何なんですか。電気代無駄だからつけねえ、辛辣すぎるでしょ。いいじゃん。あれって何から、渋谷区とか区が出してんのかな、その地域がお金は。あれ税金だったらちょっとやだよね。ホットチョコレートとか飲むの？飲まないっすね。ホットチョコレートって何、あれ何でできてんの？
チョコ溶かしただけですか。ココア飲みたくなってきた、久々に。ドアップ、ココア飲みたいな。ココア飲みたくなってきた。待って、ココアのことしか考えられない。ちょっと今ココア、ココアだな、気持ちが。なんか森永のあのあれあるよね、粉ココアの。ココアにチョコ足すと美味しい。いや、甘すぎない？ココアだけで十分かも。屋台が出るお祭りみたい。あ、そうなんだ。でもクリスマス当日にクリスマスマーケットとか絶対人多いよね。うん、家で過ごしたいな、クリスマスは。でワンチャン配信してそうだな、その予定が。びっくりした。ああ、ロキ持っとんや。ワンチャン一人でゲームしてそう。なんかクリスマスっぽいゲームあるか分からんけど。ココアって聞いたらめっちゃココア飲みたくなってきた。ココア飲みたいよね。いや、マジでココア飲みて。ちょっと充電器熱そう。携帯熱いよ。ココアの粉直で食べるの美味しいよ。え、そんな人いんの、すごいね。昔は甘党だったんだけどね、最近そうでもないな。彼氏いるはずなのに全然クリスマスバイトでクソ。彼氏いる人なのにいない人っぽいコメントしてたんだ。裏切り者だね。あなた裏切り者っすね。イルミより深夜に見る星綺麗だからみたい。東京の空じゃ星なんか見えないよ。なんかの歌っすかこれ。何時までやりますか。いや、決めてないっすね。適当にやめて寝ます、途中で。年取ってチョコレート好きつく。アイスはいけるな。最近スプーン持ったのもあれだし、オレオみたいな。バニラクッキー、クッキーバニラっていうの、あのなんだっけ、高いアイス、高いアイスのクッキーバニラ。バンホーテンのココア飲みたいな。好きだったな、昔学校の自販機に売ってあって、中高の自販機に。え、バンホーテンだっけ、バウヒュッテだっけ。あ、バウヒュッテはあれか、パソコン周りの機材のブランドの名前か。椅子とかか。あ、ハーゲンダッツだ。明日はカラオケでココアのカラオケなんだ。チョコミント、僕さ、チョコミント食べたことないんだよね、実は。なんかチョコミントってさ、てかまあどの食べ物とか飲み物に関してもそうかもしれないけどさ、なんか若い頃、若いっていうか子供の頃にさ食べてなかったらさ、なんか大人になってわざわざそれを食べてみたいと思って食べない気する。から別に好きも嫌いもないんだよね、食べたことない。別に食べたい好奇心もないね。歯磨き粉っていうよね。最近人を好きになる心を忘れたっぽい。困る。わかる、めちゃくちゃわかる。マジさ、恋愛の仕方とかさ、ほんと忘れた。人のこと好きになるってなんだ。なんか逆に現れてほしいよね。なんかなんていうの、この恋愛の心を忘れた僕の枯れてる心をめちゃくちゃ潤わせてくれるぐらい、なんか恋愛に前向きな人。てかいなくね、そんな人。うん、いないな、いない気するわ。なんか大人になればなるほどさ、年取れば取っていくほど、なんか恋愛に前向きな人ってあんまり減ってる気する。なんか学生の頃とかもっとみんな告白とかさ、
自分の周りで告白とか付き合う別れるみたいな、そういう恋愛の話がいっぱいあった気するけど、なんか大人になって減ってきた気するわ、そういうの。Your voice nice. Thank you so much. 好きなタイプとかないの？ないというか、もう忘れたっすね。多分、次いつか好きになる人と、今までの人とは、なんか変わってる気するわ。知らんけど。なんか何だから好きとかもないからな。強いて言うのは好きでいてくれたら、好きかなっちゃうかも。好きになられることがないんだもん。悲しい。ロッキーさん、悲しいです、僕は。いや、マジで。死ぬほど推しがいる雑多オタクだけど、嘘はマジで付き合いたい、お願い、付き合ってほしい。やだ。ごめんなさい。まあ、恋愛したわ、今。人のこと振りました僕。大人になるについて自立してくるか、一人でいるのが分かる。なんか一人でいいって思っちゃうんだよね。なんかゲームとかさ、なんか多分若い時ってさ、めちゃくちゃ一人暮らしとかしててもそうだけど、まあ実家とかいたらまだあれかもしれないけど、なんかめちゃくちゃ時間の使い方が下手で、余計なことを考えちゃう時間が多いと思うんだよ。でその余計、なんか別に悪いもんじゃないけどね、余計な時間で誰かのことを夢中に考えてしまうみたいなことが多いと思うんですよ。で今ってさ、大人になってさ、なんか趣味とか友達と飲み行くとか、なんかわかんないけどさ、ゲームとか、僕だったらゲームやるなり、一人で配信見るとかさ、音楽なんか触るとか、なんかわかんないけど、そういうのがあったらさ、なんかそういう、まあ、本来ないといけないのかもしれないけど、余計なこと考える時間っていうのがなくなっちゃって、うん、それで人のことを好きになる余裕が逆になくなってんのかな。まあ、時間イコール時間があれば恋愛できるのかって言われたら、まあ分かんないけど。 Your cat is so cute. トト、ロッキー、めちゃくちゃ暗いな。うん、強い子だから一人で生き、別に僕が強いかどうかは知らんすけど、まあそうね、一人であれやなと思っちゃう。わ、滝つぼだ、お疲れ様、ありがとうございます。無事千秋楽を迎えました、滝つぼ、やっほー。急に人見知り発揮しちゃうわ。頑張ってね、千秋楽。めっちゃ人見知り出ちゃうっていうね、はい、いやでもそれこそ今回の舞台のさ、僕が演じてた人、なんかマジ共感できる部分多かったんだよな。なんか滝沢さんバリ後輩ムーブ。後輩力高え。僕そんなん先輩にできないや。話しかけらんない。めちゃくちゃ振られたい人いるじゃん。アホすぎるコメント。うん。Can you show yourself? I can't. It's so...あれ英語って、英語じゃねえ、暗闇ってなんて言うんだっけ、 It's bright、 bright だってる。 So I can't
show you my face。 恋愛モチベゼロ。でもなんか一回さ、去年今年か、まだ年変わってねえや、なんか一回なんか恋愛モチベというか、まあ、デートをする機会がありまして、デートじゃねえな、これダメだ、僕が勝手にデートって思ってるだけな気するわ。僕さ、女の子とご飯に行くとかいうことがそもそもないからさ、なんかそのまあ二人きりでご飯に2年半ぶりとかに行くみたいな機会があって、でも僕はさ、もうなんか女の子と二人で何話せばいいのみたいな、何着たらいいのみたいな、うん、いや多分デートじゃないですね、相手からしたら。まあ、僕はそういう存在がデート、あのもう二人きりでご飯がイコールデートみたいな、ちょっと童貞思考してたんで。そう、でもなんか結局そのデートっていう存在に舞い上がってただけなんだなって思った。それで恋愛はできないなって悟りました、また。はい、めちゃくちゃ乙女や。まあそうだね、なんか年々乙女になっちゃってる気するわ。どうで少しやばい、寝ないといけないのは分かってるんです。かわいいでもなんか大事だなと思ったら、そういう機会、なんかそういう経験をさ、なんかもうずっとなかったからさ、ないとなんかすんごい老けちゃいそうって思っちゃった、自分で。ねじたく、いやねじたくってか、もう僕携帯置いて目つぶったらもう寝れるんすけど、童貞帰りやばいって。二人でご飯行ってもなんかうーんって思っちゃう、もう終わり。いや僕はそこまで言ってないですけどね、別に相手にどうこうとかじゃなくて、自分がシンプルにそういう、うん、恋愛をしたいと思わないんだとは思った。昔さ、若い頃はさ、そういうのがちょっとあれだけでさ、なんか相手のことがどんくらい好きとか関係なしに本気で多分ぶち当たって好きだみたいにすぐなっちゃって、なんか簡単に自分を騙せてたんだと思うんだよね。一瞬だけこれアーカイブ残すとか無理ですか、振られたとこ保存したいお願いだの、めんどくさいんでごめんなさい。今振ってあげたじゃん、ニート生活すぎてデートの存在を忘れてた逆にね。いやニート生活ってさ、マジ出会いないよね。うん、僕も仕事以外人と関わんないからさ、ネットでしか、ゲームで出会ってもそんな、なんか友達の友達とかだったらさ、別に集まったりすることあるけど、なんかその一対一で急にじゃあ今度ご飯行きませんかみたいになることないから、出会いもしないね。確かに狼の時間ずっとです、ありがとう、長いこと。幼馴染と10年ぶりに再会してすっごいドキドキした。2回目につなげるきっかけも思いつかないし自然に終わりました。いやそれはね、いけるよ、まだまだ間に合う、自分にその気があるんだった。 Good morning。 はい、前まで割と恋愛体質だったのに今何も感情、え、めっちゃわかる。なんか僕も割とすぐ人のこと、え、好きかもとかめっちゃ若い頃は思ってた気するんだけど、なんかその感情一切なくなっちゃったな。なんかさ怖いよね、今のまま僕が自分が恋愛しちゃったらって考えたらさ、なんかもう今まで恋愛とか、まあ別に恋愛に限らずこう人間関係でさ積み上げてきたものがさ、ここ数年でさ
もうなんかほんとゼロに近くぐらいなくなっちゃってるのよ。積み上げてきた自分の中の教訓とか、こういう時はこうすればいいみたいなものがさ、どんどん崩れ落ちて、でいざさ恋愛しようってなった時にもう本当に恋愛の仕方とかも分かんないしって思うと、今この状態で人のことをちゃんと好きになっちゃったらさ、怖くない？なんか自分の制御が効かなそうでやだ。え、こんなに嫉妬するの？みたいな分かんないけど、同窓会で好きだった人と再会して恋愛とか始まっちゃったりって期待してたのに、コロナで成人式も同窓会もなくなったらゼロゼロ。僕ね、成人式あったんですよね、ゼロゼロだけど、なんかうちの地元強くて、福岡県全部の市で成人式やってましたあれすごいよな、未だに今振り返っても全部の市だよ。なんかどこかの市が、まあ、福岡市内はやりますとかさ、ここの市はやんないですみたいなあったじゃん当時。もう全部の市がやめるっていう件もあったし、コロナが怖くてね。そんな中うちの地元強すぎて地元というかうちの出身地強すぎて、うん、強気の全地域開催だったからねマジおもろい、ビビったもんね。さすがになくなるかと思ってさ、なんか服とかも買ってたしって思ってたけど、なくなるかって思ってたのに思いっきりやったマジ福岡まんじって感じイケメンに沼りたいです。あんまその気持ちは共感できない、ごめん今の今まで恋愛でめっちゃ共感できる感じ出したけど、なんか別にそこには共感ないですね。可愛い子に沼りたいとかないです。僕は沼にはまったらやばいと思って逃げちゃったので、今は推し活で生きてます。当分恋愛できなさそう。いや僕推し活もないんだけど、何でさその栄養を僕は吸収したらいいんですか、マジで。なんか補えないよね、そこって。その補えないことはないけど、同じ養分ってなくない？なんか恋愛してない時に、まあ友達と遊ぶとかさ、そういうので埋まるものはあるかもしれないけどさ、恋愛とかなんか孤独みたいなとこに対する欲求って埋まんないよね他じゃ。あ気づいた、多分その孤独とか思う感情がなくなっちゃったんだ。さっき言ってた部位とかは、いやどうだろうね、別になんか課金したりとかしないかな。たまに配信やってたらちょろっと見るかもしんないけど、最初から最後まで追うみたいなことはないかもしれないですね。基本男のゲーム配信者僕おもろくて好きなんで、その人と一緒にやってるの大きかった、話してた部位に関しては。年下の推しが無邪気に笑ってるのを見て癒される、母性的な何かが芽生え。なるほどね。年下の推しって何歳なの？それにもよるくない？自分の年齢と年下の推しの年齢を教えてよ。ごめんな、俺にはウサがいるのに、ウサには俺がいなくてすまんな、好きだよ。え、逆じゃね？いや、それ逆じゃないですか？なんで僕がいると思ってんの？なんで僕がいると思ってんの？うさたくが推しだからこうしてインスタライブ聞いてるだけでよく、あ、ほんと。ツイッチ見に来てくれてる？でもじさ、なんかツイッチめんどくさいよね、登録とか。新しいアプリさ、新しい SNS 始めるってめちゃくちゃめんどくさいじゃん。その気持ちめっちゃわかるからさ、でもなんか絶対面白く思わせようって頑張ってるんで、ツイッチ配信してたら来てください、ぜひ。今見てる40人全員、
今見てる人が来たら多分平均視聴者50人ぐらいになるんじゃない。めんどくさいけど楽しいよ。めんどくさいよな。24と22、なんか24と22で母性本能枠は言い過ぎだって絶対マジで。いやそれが24歳の人が18歳とかの子だったらまだわかるよ。22は別になんか普通に恋愛できちゃう年齢じゃん。フォローしてるんですけど通知来ないんですよ。通知が来なくても僕毎回インスタでストーリーでなけなしのスイッチを入れて来てくれる人いないかなっていう感情を込めて配信始めましたって投稿してるからそれを見て毎回見て。男の子で共感し合えたり趣味合う人めったにいないから、そういう人は大切にしたい。まあまあ確かにそれはわかるっすね。まあ、わかるけど、なんかあんま男だからとか女だからみたいなのないんだよな。めちゃくちゃ今の時代にあれかも。なんか女の子だからその異性的なことがあるから、なんかちゃんと理性を持ってみたいなあんまないな。男の関係なく友達は友達って感じしちゃうな僕。俺にはウサっていう推しがいるのにウサには推しがいないんでしょ、そういうことだよ、好きだよ恋で。なるほどね。僕ファンタさんっていう推しがいるから32歳と18歳やばい年上の推しの、それは別にいいんじゃない。全然いいと思うよ。毎回インスタのストーリー見て今やってんのっていう時間過ぎて毎回びっくりする。どういうことごめんちょっと理解できないだ。毎回インスタのストーリーを見て今やってるのっていう時間過ぎてんじゃない。もう一回やったけど分かんなかったわ。人肌恋しい季節だよね。そうっすか。もうなんかいつからか冬に人肌恋しいって思わなくなっちゃった昔は思ってたんだけど。ファンとしてのファンタさんがいっちゃん好きっすね最近だと。配信者で最近年下も年上も関係なく可愛い人が好きだなって思う。恋愛感情の言えないけど。なるほど。ファンタさんの中だと、あ違うよ、あごめんねファンタあのファンタスティックの方じゃなくて、あのファンタっていう配信者がいるんですよ。あの個人です。ファンタっていう名前ですね。ファンに太い、ファン太しと書いてファンタっていう名前の配信者の話です。すいませんごめんごめんごめん。ファンタスティックの方じゃない、ファンタスティックス、あそっち。飲料もいる飲料もいるんだ。ビーストもいるんじゃない、ファンタスティックビーストも知ってたおもろ。男女の友情あると思いますか。あるんじゃない。なんかどのラインがないって考えるかによると思うけど、まあ、どっちにしろあると思うよ。ファン太しの、いやファンタさんがストグラの中でつけてる名前なんですよ確か。ファン太しっていうロールプレイのキャラクターの一つだった気がする。炭酸飲料なかった。いやそれはファンタグレープとかでしょ。いやあるけど炭酸飲めねえしな。私はもうペットがいればあったかい幸せな人に希望を見出した。めちゃくちゃわかるねえトトさん。あんただけでいいよ、もちろんロキも。炭酸飲めないのかわいいな。口痛い炭酸、お酒だったら飲めるんだけど、なんか酔っ払うっていうプラスのアドがあるから飲めるけど、ソフトドリンクとか
なんか何が美味しいと思っちゃう。炭酸飲料。話してたとさ、手を離しなさい。爪を出さないで。恋愛基準って人それぞれだよね。もう恋愛に興味ないわ。ちょっと病んでない、なんか病んでないですか。マジだから、アルコールの炭酸しか飲む価値ないです。めっちゃそう、その通りです。それを言いたかった。うまいですね、日本語の語源化、言語化。日本語終わってるな僕。一番好きな猫種類、なんだろう。あんま分からんな。この猫の種類好きとか得意ないかもしれない。猫が好き。スフィンクスとかいいけどね、毛がない猫。めっちゃ気持ちいいんだよね。友達が飼ってて触ってたけど、マジで気持ちいい。なんかおばあちゃんの肘みたいな、全身が。マジでいいよあれ。うさくん酔ったらどうなるんですか。日によるね。なんか落ち込んだりはしないですね、基本。楽しいってなるか、じゃあたまにほんとごくまれに泣き上手になっちゃうんで、めっちゃ泣いちゃうですね。お酒初心者におすすめのお酒なんですか。もうなんかカルバミルクとか飲んでたら雑だった。恋人次から次へとコロコロしてる人、何がしたいんだろうって思っちゃう私は。いや別にいいんじゃない、人それぞれでしょ。僕は恋愛をコロコロのコロのコの字もない僕が怖いです。そっちの方がやばいと思います。カルガミルク好き。カルガミルクうまいよな、あれ。あれなんであんなうめんだろう。あれバカうめえよな、カルガミルクって。カルガミルクってマジでうめえよな、大好き。酒感意外と度数高いけど、そんな飲んでも酔っ払わないし、酒感もないし。黒霧茶ね、どこでも売ってるし、黒霧の水割り飲んでください。初心者、酒飲んだことない人はとりあえず黒霧の水割りで。最初ファジーネーブル、何それ。だからあんまそのおしゃれな酒飲んだことないか分かんないんだよね、カクテル系。なんかもうファっていう字を見ると今ファンタしか出てこない僕。黒霧の水割り飲んどいて。酒飲んだことない、成人した人、成人っていうことよくないか、二十歳超えた人は梅シロック。なんか梅シロックもな、カルガと同じブレンなんだよな。なんか味は別に美味しいけど、ソフトドリンクだと思っちゃう。多分梅シロック永遠に飲んでも容器しないんだよ。ハイウォールとかウイスキー、芋焼酎、焼酎、ウイスキー、ビールは飲みまくってたら酔っ払うけど、カルピスサワー飲んどったらええねん、知らんけど、間違いない。あれもうまい。てかファジーネーブルって酒の名前だったんだ。なんか歌であるじゃん、ファジーネーブルの匂いで私なんちゃらなんちゃらなみたいな声でね、マジ。一番飲むお酒なんですか。最近宅飲み家で飲んでる時はラム酒か芋焼酎。お酒で記憶なくしたこと。ちょっと待って、声出ない。お酒で記憶残したことなくしたことありますか。ありますね、めっちゃあります。学校の先輩で梅ロックばっか飲んでる人、梅ロッカーって言われ、かわいそう、いじられすぎでしょ。梅ロッカーいいな、ちょっといいなそれ。
私もマジで記憶なくす。というかなんか記憶なくなっちゃうというか、記憶がなくなって初めて酒飲んだって実感しちゃう自分いるかもしれない。なんか別に自分のさ飲める量とかの限界が分かってないからとかじゃなくて、あの限界が分かってて記憶を飛ばしに、いや分かんない、なんかさ、まあ、家で飲む酒とかはさ美味しさとかあれだけど、なんかもう一人で外に飲みに行くとかさ、友達とかとだったら別、友達とおしゃべりやらカラオケするとか分かんないけど、そういうののために行ってるけど、一人で外出る時とかはもう完全に酔っ払いに行ってるからさ、そのラインまで行かないと満足できない。てか別に帰れないとかじゃないよ、外でぶっ潰れることはないけど、なんか僕家にあの本能的に家にめちゃくちゃ帰るんで、そうどんだけ酔っ払って記憶なくなっても次の日起きたらベッドの上にいるんで 100%。 だそういう心配、外で潰れちゃうとかはないからこそできるのかもしれないけど、僕も友達とか毎回一緒に飲み付き合ってもらったりしてさ、でちゃんと限界ぐらいまで飲んでまあ僕は自分の家で朝起きるけど、そいつ連絡したら基本海にいるの、江ノ島とか。めっちゃおもろい。江ノ島とか千葉の海とかにいるの。毎回朝写真送られてくるんですよ、海ので、海の写真に迎え酒とか言って、なんかおつまみとビール一家の写真で撮って LINE で送ってくるやつがいて、マジでおもろい。いやおもろいな。友達の家で大つぶれして大泣きして大記憶なくし、めちゃくちゃ迷惑な人じゃん。そうなんよ、海に行っちゃう友達おるんよね、体が海を求めてるんだよ。確かに地球を感じたいのかもしれない。地球感じたくなっちゃったか。いいね。そいつ見てねえかな、このライブ。もし見てないわ。いやおもろいな、ほんまに。いいよな、そういうなんかアホな友達って。後日盛大に謝りました。まあ確かに、まあまあ、好き、なんかもともと家に呼ぶぐらいの人だったらそんなん なってもいいと思ってないと呼ばないと思うけどね。バーで潰れた時は本気で消えたくなりました。なんでなんで、何があったの。海を見て黄昏たい、いや違うよ、あの普通にあの電車で酔い潰れて、あの朝まであの電車で寝ちゃうから終電の駅とかで降ろされて、降りたらたまたまそこが海なんだよ、そいつは。あ、かあれじゃない、多分終電じゃない、何、終点で降りて、で出たら海が近くにあるから海を求めて行きたくなるんだと思う。で3時半じゃん、寝なきゃ。6時間しか寝れない。6時間も寝れねえや、5時間半じゃん。寝よう、おやすみ。インスタライブ次いつやるか分かんないけど、ツイッチの配信に会いましょう。ツイッチ遊び来てね、みんな。バイバイ。はい。